核兵器が存在する限り、いつ誰が被爆者になるか分かりません。ひとたび発生した被害は国境を越え無差別に広がります。高齢化する我が国としては、核兵器国と非核兵器国双方の協力を引き続き求めつつ、核兵器のない世界の実践に向けて一層の努力を積み重ねていく決意です。この決意を表明するため、本年秋の国連総会では、新たな核兵器廃絶決議案を提出いたします。